はい、よろしくお願いします。お願いします。オーラ2さんの CM に出させていただくことになりまして、ありがとうございます。ありがとうございます。非常に嬉しい、ね、うん、もうね、いつもライブで、うん、あの私たちの PTA のコーナーっていう、あの好き勝手やってる音とダンスで遊ぶっていうシーンがあるんですけど、そこで歯磨きの歌をずっと歌わせてもらってて、で歯は磨こうねって CM 待ってますっていつも言ってて本当にもう何年経ったかというぐらい、もう懇願していたので、うん、念願かなって、ね、本当にもう本当に嬉しい。嬉しい、ありがとう、ね、夢叶えてくれたね、ありがとうございます。本当に嬉しかったです。ありがとうございます。いや、描いてもらえたと思って、ね、あのいつも見てた絵で、うん、Perfume の3人を描いてもらえたっていうのが、うん、すごく嬉しいです、ね、やっぱ描いてる人外国人の人なんじゃなって思った ね。確かにそういった印象、うん、おしゃれな印象じゃったじゃん、ね、すごいスタイリッシュだったもんね、うん、そりゃ異国の人じゃわと思って、ね、なんかちょっとアジアンビューティーな感じに描いてもらって、ね、素敵に描いてもらって、あんな風に見えとる、ね、嬉しいね、素敵です本当に、ね、気に入ってます、うん、
やっぱり歯のケアは怠ることなく、やっぱ撮影の前だったりライブの前だったり必ず歯は磨きますし、こまめに磨いてるよね、うん、撮影の時本当に5、6回磨くもん ねご飯食べるたびに、ね、そんだけ食べとんかいう話だけどまあね、長くなったりするとね、うん、朝昼晩朝昼まで行くこともあるんで、うん、そうあったりしますが、うん、まあ、やっぱあの口元はやっぱり何より女性は大事だと思うのでケアはしっかりしてますね、うん、リップつけたりとかも結構するよね。そうだね、保湿、うんうん、ガサガサにならないようにね、うん、そう私もガサガサにすぐなっちゃうから、うん、いつも怒られてメイクさんに気をつけるようにしてますね、はい。いや洋服とか、うん、T シャツジーンズなのに口だけすんごいプルプルとか、あで顔もあのほとんどメイクとかしてないのに口だけすんごいプルプルとか、うん、すごいやっぱ惹かれる。ちゃんと手入れしてるんだなって思うよね、気を抜かずに。やっぱそういうところが一番ドキッとするじゃん、うん、だから一番のモテ技かもしれない、うん、確かにね、口元ビューティー、ね、気使ってる人はやっぱ笑顔も素敵だから、そうね、自信の溢れたね、確かにね、うん、素敵に見えるよね、うん、だその気を使ってるなって方見かけた時に自分も頑張ろうとか気をつけようと思ったりすることって、うん、思いますあ、ちゃんとやっぱりリップ塗らなきゃとか、うん、綺麗にしとかなきゃって思いますね、うん、綺麗にね綺麗にしとかなきゃの曲のタイトルがですね、宝石の雨という曲で、うんうん、はい、うん、素敵ななんかミディアムの曲だった ねおしゃれな曲調で柔らかい雰囲気でね、うんうん、久々よね、うんうん、あんないい曲ねいい曲はいいけど、いい曲だけど、ね、そのなんかバキバキ系の強い感じじゃないね、感じじゃなくて、うん、女性らしさというか、うん、穏やかに聴ける、うん、なんていうかね、軽やかな気持ちになる、なんかゆとりがある感じのね、そう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 、久々よね、うん、ね、うん、なんか雨の日もハッピーになれるような、うん、雨上がりも素敵に見えるような、うん、なんか柔らかい優しい歌だと思いますね、うん、僕もあのメイキング拝見しててあのスキップされてるところが多分きっとすごいいい感じに合ってくるんです。ああ確かにあそこ苦戦したもんねそうだね、音楽にね救われるかもしれんね、うん、本当に、うんうん、この度オーラ2さんと口元ビューティープロジェクトで CM に出演させていただくことになりました、はい、バフィムです、今回の CM はこれまたおしゃれで、うん、あの絵を描いてくださっている方と一緒にコラボさせてもらい、ね、お衣装だったりもうパッケージまでこの柄でできていたりとか、うん、あの本当に可愛いが詰まっている、綺麗が詰まっている CM になっています、ぜひこれを見て皆さんも口元ビューティー心がけていただいて、これが文化としてね、そうだね、広がっていったらいいなというふうに思います、ぜひご覧ください。